こんばんは。6月3日水曜日、夜の FX プラッシュです。フォレックス TV ジャパンの葛野がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムは夕方にかけてドル高が進行しました。ドル円は早朝の95円台半ばから96円台半ば近くまで1円近い上昇を見せたほか、ユーロドルなどはそれを上回るドル高を記録しています。今夜予定されているさまざまな材料を前にしたポジション調整のドル買い戻し機運が高まる中、日銀の亀崎審議員による異例の措置終了をまだ考える時期ではないとの発言が嫌気され、円が売られた面もあったようです。なお、そうした中、発表された第一四半期のオーストラリアの GDP が予想より良い内容だったことを材料にオージーは買い進まれると、タイドル、円などを含めてさながら一人勝ちの様相となりました。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場はここ数日間陽線と陰線の繰り返しとなっており、今一つ方向性が定まりません。ちなみに昨日は陰線引けであったため、パターンからすれば今日は陽線引けにあたりますが、果たしてどうでしょうか。ただし方向性は乏しいですが、価格変動そのものはなかなか激しく、94円40銭から97円30銭と形成しているレンジは意外に広い状況です。動向は非常に読みにくい局面をたどる中、95円から97円を中心としたややワイドなレンジでの往来相場はまだしばらく続く可能性も否定できません。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。注目される要因は少なくありませんが、その中でもまずは5月の ADP 全米雇用報告と5月の ISM 非製造業総合指数という2つのアメリカの経済指標が注目されています。昨日発表されたアメリカの中古住宅販売保留が予想以上に改善されたこともあり、今日の指標についても高数字への期待感は非常に高いようです。同様に数字が上振れするのかどうか大いに注目していただきたいと思います。一方、それとは別に予算委員会で実施される FRB アメリカ連邦準備制度理事会のバーナンキ議長の議会証言に注目する向きも少なくありません。ちなみに今日のテーマは現在の経済金融情勢と連邦予算と言われています。発言内容次第で為替をはじめとする金融市場への影響もありそうです。以上、夜の FX プラッシュをフォレックス TV ジャパンの葛野がお送りしました。